各社の皆さん、こんにちは。芸人ポンタイの次長課長井上です。そして、ハイキングウォーキング、鈴木久太郎です。各社様。ドグマがなんと5周年だそうで。あ。早いものでも。うですか。年前ですよ。もう5年前なんですね。もうついつい昨日のことのように、本当に。はい。本当?。まあ、ちょっと言い過ぎましたけど。そうだろう。はい。五年もあるからね。そうですね。まあ、そっか、5年経ったということで、おめでとうございます。おめでとうございます。 まあド,ドグマの魅力というか衝撃的だったことっていうのはやっぱ乗れるもさ、はい、乗る乗,乗って一生懸命頑張るはいはいはい確かにうん確かにそうですねとこじゃないですかそれああ乗った乗ったサイクロプスに乗ったりそうですねうんいや本当に俺 僕ゲーム人生で初めて見ました井上さんがこうやって初めて井上さんのプレイ見たんですけど足から登って頭ついてたっ俺初めて見ましたから最初慣れないから逆向くねんな借りてきたポーンが崖落ちてるっていうのもありましたし僕らがギリギリだと戦うのが悪いんですけど僕らが知らない間に誘導してるんですあうだありましたね。 かけ落ちてるこうやって構えてもうなんかやろうとしてるんですよこうやってそのままもう消えてますからで、覗いたも下でもうありましたねそういうのありますね夢中になってポーンをないがしろにしちゃうっていうあるあるですかねあーせっかくまたポーン体まだポーン体のつもりでいますからやっぱりいや、僕もですよですよねやっぱりなんかしらなんかまだちょっとやってもらわないとこれはだからこの初めてやる人の支えになるためのはい ポーン隊ですから。そうですね。そうですね。まだ仕事は終わってません。はい。とも10月にまた出るんですか。はい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 。戻ってくるんです。はいはい。我々も戻らなきゃ。あそうだ。特典つけてる場合じゃないんですよ。こんな特典よりもポーン隊だろ。我々ねそう思いますよ。本当だ。うん。本だ。イベントコード付きってありますけど、俺らだろうとこれ二人。僕は思ってます。あなるほど。あいや私ももちろん。はい。 これでも5年前のゲームですけど5年前からもう完成度が高かったんだって再認識できるような気もしますけどど、ね、な、はい、なるほどなるほほどどうでしょう、こんな感じで。